皆さんこんにちは、週刊少年マガジンの藤川です。今日もですね、私藤川が本日発売の週刊少年マガジン51号の見どころを皆さんに、紹介していきたいと思います。週刊少年マガジンのですね、見どころを紹介し続けて早ですね2ヶ月、少々動画の再生数もですね、わずかずつなんですが上がってきておりまして、毎回ですね、視聴していただいている皆さんにはですね、コメントなんかもしていただいている方がいて、本当に毎回ありがとうございます。その中でですね、前回、私が上げた動画、週刊少年マガジン50号の紹介動画のコメントにですね、気になるコメントがありましたので、ご紹介したいと思います。藤川さん、この前新宿ピカデリーでお見かけしました。声をかけようか迷って結果お見かけしただけでした、という、つまりですね、私顔バレし始めたと。これはですね、非常にやはり緊張感ある。実際ですね、新宿ピカデリーで、僕ですね、この週末ハイアンドローのムービー、ファイナルミッションをですね、僕見に行ったんですね。なのでこれ間違いなく多分僕なんですよね。他人の空にとかじゃなくてマジで僕見かけられて、で、あれ藤川ちゃんってなったっていうことなんですね。つまりもう今後はですね、私プライベートなしと、そういうふうなことを考えると、やはりですね、早急にですね、週刊少年マガジンからこの YouTube の手当を創出していただかないといけないのかなというふうに考えております。大人気連載復活、今日発売の51号、まず表紙はですね、 AKB 卒業、ラストグラビアということで、渡辺麻衣さん関東グラビア6ページ、そしてですね、やはりなんといっても51号大きな目玉は、大人気連載で、ちょっとですね、長い間休載をしていましたアヒルの空が復活ということで、連載が再開ということなんですね。で、アヒルの空、当然ですね、待ち望んでいました、よ待ってましたという、読者の方々もいらっしゃると思うんですけれども、僕が最近マガジン読み始めたから、アヒルの空どんな漫画かわからないよという方も当然いらっしゃると思うんです。まあそういう方々向けにですね、そのこれまでの、あらすじがわかる、1ページのあらすじ記事もついておりますし、またですね、このカラーを見れば皆さんなんとなくこの漫画がどんな漫画か、読んでいない方もですね、お分かりいただけるのではないかと思います。そうなんです、この漫画ですね、バスケットの漫画なんですね。主人公のそらくん、がですね、在籍するくず校のですね、面々バスケットチームが活躍するバスケット漫画だと。で、この漫画読んだことがないよという方もですね、僕は本当にこの漫画読んで、この回読んでですね、びっくりしたというか、さすがだなというふうに、やっぱりすごいなって思ったんですけども、この一番最初のつかみの2ページでですね、まあ一番最初この1ページ目の1コマ目で、7点差あと4ゴールだと、主人公側がいるチームが、劣勢で点差は7点差、バスケットは通常のシュートでは2点入りますのであと4ゴールだという状況が示されるわけです。で、その次のコマですね、さらに詳細な状況が分かります。残り1分です、つまりもう試合の残り時間はありません。で、かなり絶望的な点差だというふうにあるキャラクターが言ってるわけですね。そしてその後こう続くわけです。クズ校ならば不可能ではない、つまり主人公たちがいる、学校であればこの絶望的な点差だけどもひっくり返すのは不可能ではない、なぜならと続いて、その後声をかけているこのキャラクター、このキャラクターがですね、ページをめくりますと、ちょっとかなり見づらいんですが、あと3本だと、それで追い越せっていう風にセリフで言うんですね。つまり、このキャラクターがですね、このアヒルの空主人公のソラ君なんですけれども、ソラ君にとってはあと3本だと、さっきまで4本だと言ってたのがあと3本、つまりこのソラ君はですね、通常の2ポイントずつのシュートではなく3ポイントシュートが得意なんだ、3ポイントシュートが武器なんだということが分かり、そしてさらに彼も当然この状況をですね、絶望的とは思っていない、この状況を僕はひっくり返せるんだっていうような自信といいますか、主人公に対する期待感をですね、この2ページで日向武先生見事に演出されていらっしゃるなというふうに思ったんですね。なのでこれまで、アヒルの空を読んでいなかった方、あるいはアヒルの空を知らなかった方もですね、この、
今回のですね、あらすじの、カラーページ見ていただいて、さらに一番最初のここのですね、ソラ君が主人公なんだということが分かっていただければ、うわ、この主人公すごい期待感あるなということで、どん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 読み進められる作りになっているんです。なのでですね、今までアヒルの空、見ていなかったよという方はですね、ぜひこの51号機会にですね、アヒルの空読んでみてほしいと思います。それではですね、最後は恒例の映画モノマネで締めたいと思います。本日はですね、現在大好評公開中の映画シンクロナイズドモンスターより、世界一可愛い女優アン・ハサウェイにしか許されない世界一可愛いリアクションというのをやりたいと思います。それではですね、ちょっと画面の外にいるチーフにご協力いただきまして、チーフにちょっとセリフをですねいただきたいと思います。ちょっとチーフ、あの例のセリフをお願いします。昨日の夜のことを覚えてないの？以上です。ありがとうございました。